今日は何をするのかって言ってるよ、前で。今日は何をするんでしょうかって、お腹すきました。まあ、でももう今年の夏休みはもうね、もうどっか行くとかいうのはもうないですね。これどっか行くんだけどね。一応、でも、そう、まあ、何ちょっとお出かけとか言えるようなお出かけじゃないじゃん、別に。あ、スーパーとかそんな感覚ちょっとスーパーへみたいな、ちょっと本屋へみたいな、なんかそんな感じじゃない？そんな感じだね。救急車だ。頑張れ。ファイト。次何の本買おうかな。お金が貯まったら次何の本買おうかな。はい、ちょっとね、増えたんだよね、漫画本。お家帰ったらちょっと披露しよう。披露すんの？やだ。やなの？待って、可愛くなったってすごい絶賛してたじゃん。私の本棚めっちゃ可愛くなってるのって言って。言ってた。絶賛してたじゃん。だから、いいんじゃね？さらに可愛くするの。さらに可愛くするの？今でも十分可愛いんだけど、さらに可愛くする。じゃあさらに可愛くしてから見せたい。うん。なるほど。そう。新人とかそうだよ。可愛い。可愛いじゃん。いろんな色の方が彩ってて可愛い。しーちゃん黒くないよ。増えたから可愛い。別に本が可愛いとかじゃなくて、本棚に飾られてる本たちがみんな可愛い。可愛い。キラキラしてる。わからないかな、女心が。パパにか。ああだって。わかるわけないか、パパに。ね。あ、これあれ入ってた、針金が。嘘、たまに入ってないのがあるよね。ママもこれ、あ、ママ入ってる、これいいなこのマスクがね、一番なんかこう薄くて最強です。って言っても分かんないかもしれないけど、みんな見た目は一緒だけど微妙にね、生地がね、薄くてそう涼しいっていうか、いろいろ試したんだけどね、これが最強、これが最強ということで。家の中ずっとつけてて、これなんでつけてたんだろうね。あ、ね、ね。そう、しーちゃんなんかずっと家でつけてた、マスクを。でも私小さい頃マスクほんと嫌いだった。マスク見るとおえってなってた、うん、マスクしてる人を見ておえってなってた、うん、重症だったよね、重症だった。マスク嫌い大重症よかったね、大人っていうか大きくなって治ってね。ね、よかったね。TikTok ですか、レミさんは。いらね、TikTok。なくなっちゃったら悲しいね、レミ。うん。君、TikTok 大好きだもん。YouTube で TikTok みたいな機能が今開発中だよ。そうなんだ。ショートとか、ショートの方が撮りやすいよね。いや、まだないです。まだないのか、これから。うん、そうなんだ。お茶ですか。はい。読んでるのね、溜まってたやつを。今何人？78人来てくれてるんだ。すごいね。あ、ここから早いの。7時におはようってすごい、もう10時なんですよ。一番最初におはようって入れてくれてる人が確かに6時5時台だったよ。5時だ。5時何分か。みんな早起きだよね。早起きだね、みんな。大丈夫ですか。消されちゃった？また？違った？昨日ね、昨日の夜バグが起きたから。え、消されちゃった？大丈夫でしょ？
すごい、みんな幸せすぎるとか書いてくれてるよ、うん、ありがとう、嬉しい。着きましたぞよ。こんなに車あるし、うん、ケンサイル、うん、なんで止まってんの。変わりたくない。すごい終了してるね。あ、売り切れだ。売り切れだ。はい、消毒しましょう。はい、今ね、待ち時間なのでちょっとチャットを潜入中です。で今この前しおちゃんが友達と会ってたイオンに来てるよってこと。なりたいイオンだよね。ひなしゅうさんか、ひなしゅうさんね、なりたいイオンだよね。ひなしゅうさんになりたいイオン。あ、言っちゃ、別に言ってもいいか。別に成田に住んでるわけじゃないしね、うん、そうだよね、なりたいイオンに、はい、結構遠いしね、成田ね。ね、遠いよね。遠いって言ったらバレるよ、逆に。そっか、じゃあ近い。近いよね。なんて言ったらいいか分かんないけど、まあいいや、はい、楽しんでって。うん、ひなしゅうさんにね、うん、あ、ピエンもつければよかった。なんでピエンなの。ピエン。かわいくない。ピエンが好きなのね。とりあえずピエンをしたいと。星とピエンが好きなの、私。ピエンが好きなのね。星とピエン。あ、もう記録つかん。ん？6記録つ。3つ。でもうダメだ。ん？しほちゃんだってきてる。わーい。やったやったって喜ぶの。やったやった、うん、おはようってきた。さっちゃん、演歌少女さっちゃん、かわいい名前じゃない。演歌少女さっちゃん、かわいい名前、うん、私なんか遠巻きですから。しほちゃんかわいくてキュンです。かわいすぎ。ありがとう、ありがとう。どうしようかな。キュンデスにハマっちゃった。キュンデスにハマっちゃったの、うん、しほちゃんありがとう。わら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 。パパがフロートだって。ビビちゃんはコーラ。シホちゃん水大好き人間だからお水。ママはカフェオレです。友達の家で友達と遊んでて、うん、水を本当に一気飲みしちゃったの、うん、これ2杯分を、うん、1、2杯分を一気飲みしたのね、うん、ちっちゃいすごいねって引かれたかもしれない。しーちゃんめっちゃ飲むよね、水ね、うん、水は。それも一気に飲むよね。そう、一気に飲んでおかわりって言うんですよ。水好きなんですよ。水だけの、本当にコーラとか無理なんですけど。コーラ嫌いだよね。みんなコーラ一気飲みとかしてるじゃん。水一気飲みなら、いけます。コーラは無理。
です。まずコーラ一口飲むのも無理。無理ね。いきますよ。めっちゃ美味しそうなんですけど、え、なにこれ。うれしそう。ミミはコーンスープ。じゃあコーンスープいただき、私の好きな野菜しか入ってないよね。ヨちゃんもコーンスープ。はい、私の好きな野菜しか入ってない。うん、ママはこれです。おいしそう。卵がすごい。お母さんこれいただきます。パパの腸も短くなってきた。いや、一緒だよ。ちょっとちゃんとやんない。パパが食べるものだ。いや、パパの食べるものみんな興味ある ?1、2、3 合わせて6秒だよ。食べるとことかいいよ。来ました。これが一番メインっていうか、食べる。食べ終わった。おー、すごい豪快です。豪快かけきっちゃった。でも下に溜まるな。下に溜まるからさ、良くない？下に溜まってた方が。おー、すごい、ふわふわだね。いただきます。この味だ、美味しい。この味食べたことある。前もこれ食べたっけ。うん、美味しい。美味しい。